はい、皆さんこんにちは。趣味で中高生やっておりますポジャンです。はい、皆さんこんにちは。趣味でアイドルやってるサンです。今日はね、そろそろ在庫を処分しなきゃいけないです、まあ、向き合わないといけないですね。そうです。ずっとちょっと置いてきたんです。2年前買った、いや、買ったで送ってもらったのよ。あ、そう、視聴者から、そうなんです。賞味期限切れてない、多分切れて、まあ、レトルトだから大丈夫かな、まあ、切れてんじゃん。え、本当だ、これ切れてる。5月25や。あ、じゃあ、おい、え、全部5月25で、おい、まあでも食べられるんですよね。まあ、レトル開封してないからこの賞味期限でちょっと変な味だったら、ちょっともう食べなくていいから死にはしない。もう辛いですから、もう、まあ、そうですね、わかんないですから。まあ、そうです。あ、やばい、え、牛乳ある、うち。牛乳、昨日残ってる、牛乳残ってる、ね、ああ、よかった、大丈夫、よかった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 、はい、で、まあ根性のない男の発言です。食べる前にもう牛乳中国で一番根性がない男ですよ、俺は一番良くない称号だよ、はい、で、この3つの、地獄のカレー、魔王のカレー、悪魔のカレーということでね、うん、まあ、それぞれ味がちょっとね、違うみたいなんですけども、上海の方って辛いもの食べます？結構、うん、上海の料理は甘めですね。甘め、多分、うん、日本の食生活と違いかも、近いかもしれない。そうなんだ。そうそうです。確かになんかね、野菜炒めでもちょっと砂糖入れるって聞いた、普通のなんか青菜炒めだけでなんかちょっと砂糖入れるんですよ。あ、そうなんだ、うん、そうです。え、じゃあ辛いものはそんなに食べない？そんなに食べれない。でも私大丈夫。お、あなたのグループの今ま でここに出てきた2人私大丈夫っつって全部途中でやめました。そう、やめましたから、だからもう、もう出てないでしょ。失敗した。クビですよ、ぜひ今まで唯一、意外とね、俺辛いのあんま強くないおばはんが、はい、俺そんな強くないけどずっとやってきたんですよ、おばはん。そう、ムイムイ先輩ですよね。そう、最強の戦、我々が最強の戦士がいます。そう、最強の戦士がいるんですよ。いつも、いつもちゃんと完食するよ。あ、でもうちらの2人のメンバー落ちてクビになるって言ったら、うんうん、一番クビになれる人だね。いや、スターは俺はこのチャンネルの持ち主なんで、スターをクビにする権利がある。そう来たら権力で、そう、権力で生き残ってるから。そうミミのこと大好きだから、ミミに見習います。お、いつもリスペクトしてるから、いつも見てます。私も戦士、ムイムイが出る部分は全部見ます。いや、ムイムイ以外の人はちょっと見ないです。ムイムイチャンネル登録しとけよ、お前。はい、じゃあ今日はちょっとサンセンにこれの中から一つお好きなのをもう選んでいただいて、はい、地獄好きですか、はい、悪魔好きですか、魔王好きですか、どうしよう、二人で一個だよ。それはポーちゃんはもうな、あ、二人で一個。ポーちゃん普通になプライベートで食べますか？じゃあ、いや、プライベートは食べないですよ、特に回さずにまあでも2人で1個にしましょうか。うん、うん、はい、そうそうそう、なるほど。だって残り2本だと動画2本取れるから、それ考えたらちょっと怖いんですけど、ジュリオどうしよう。これはマジで、うん、わざとじゃない。え、ありがとうございます。え、でも普通やん、うん、色は普通だけど。で、はい、おさん、リオよ、リオよ、これはマジで、ユシのリオよ、おい、これ悪気があったとかじゃなくて、いや、リオ、ポーちゃんの方先に入れてこんなもんかな、リオよ、想像以上に多くなってしまった。じゃあどうします、先方ポーちゃん行っちゃいますか。じゃあ、いや、ちょっとまだ暑いから、俺後で。あ、そうですね、暑いから、暑さはその辛さを、そう、マシだ、マシマシ。でも牛肉たっぷり入ってるよ、うん、そう、ホロホロに煮込んでるよ。そう、美味しそうだよね。うまそうはあるよ、うん、え、もう食べる、まだ暑いよ、うん、俺大丈夫、うん、男はね、そう、来たこれですよ、猫じゃない、来た、男ですか、うん、何、男ですかって。男はね、敵が一番強い時に倒さないと男ではないから。おお、成長してます、かっこいい。そうです、大丈夫、その配分大丈夫、もう少し白ご飯なくて大丈夫。白ご飯なんで、もうそんな、もう、いらん。お、いらん、行ってやりましょうよ。今日はここで、ええところ見せて、はい、ブンブンさんに、今日かっこよかったぞって伝えて。そう、今日のポーちゃんかっこよかったぞって伝えて。え、スファン先生、え、
に対しては、ね、もちろんです。須田の先生もこれを見て俺を惚れるかもしれない、はい、おめっちゃ苦笑いしてるんですけど行くで俺。おまあだって、うん、18禁っていうダメです。あの行くでからのトークが長いですよ。あのもうさちょっと怖いな。いやでも、あっうわ、めっちゃ辛いけど、でも大丈夫。じゃあ完食。完食はいけるけど、でも、うん牛乳飲んだ早いな。いや、でも、あの、うん、ぶっちゃけペヤングよりちょろかった。あうま、うまく感じる。うまさまだと思ってる。そう。おじゃあいいカレーじゃん。いいカレー。これちょっとオーバーハンデルマックはないよ、マジで。これ、俺ガチいけるよ。オーバーハンデルマック。ほんと、なんか無理して罠をかけてません？いや、あの、俺そのくらいの演技と実力あると思ってんの確かに、すごいいい匂いします。いただきます。これ、俺いけたらもう須田先生余裕だと思うよ。うん、美味しい、本当に美味しい。うん、意外、本当に俺、全然いけるよ。これ全然、私も全然できるかも。うん、ああ、この辛さ、後で来る感じですね。うん、でも、あの、耐えられるくらい。なんかね、優しい部分残ってるんだよ。食ってみ。うん。ね、うん、確かに。え、うん、これ、ルーだけでもいけるよ。うまい。マジで辛くない？うん、だよね。まさか。うん、僕たちはサイヤ人だったと思う。サイヤ人。サイヤ人、強いです。サイヤ人。そう、そう、そう。成長してる、我々が。でも、確かに、まあ、うん、うまさ感じてるから、うまいって感じてしまうわ。そう、うん、これこの間のもいもいさんのチャンネルで、うん、シャヤカレー、3杯辛いのやつを直飲みしたの、うん、カレーを、うん、ほうそうでもダメージ来なかった。ああ、じゃあもう本当に俺は強くなってるよ。なってるじゃん。ペヤングだとさ、次行きたくないじゃん。うん、これはね、うまいから。確かに。うん、いやでも厳しいですね後から来るな、これ大丈夫。3、4口食べたら、うん、ちょっと痛くなるぐらいの強い辛さ。なるほどね。毒が回ってきてるね。ほら、こうちゃん、もう、サマ先生、食べ終わりますよ。いや、俺終わったよ。ほら、ほら、ほらほら、お、うん、ほんと、もうすごい。はい、まあ、こうちゃんね、あのダイエット中なんで、ご飯はいや、これは、大丈夫です。これは、もいもいさんの出る幕じゃない。うん、これは、もいもいさんの弟子スワンさんでいい。なんか最後の一口まで美味しさを感じれる、うんうん、やっぱペヤングが異常だよ。ペヤングと18銀が確かに、確かにペヤング異常だわ。ペヤングはまあムイムイさん出してもええんやけど、うん、こういうちょっとねちょろいやつはまあ今暫定ちょっと出します。完食しましたよ。お、素晴らしい。いや、クビに なれずに次はまだそうチャンスあります。次はちょっとペヤングに挑戦していただきたいですね。また新しいのが出たら。が、登竜門にしますか。登竜門、ペヤングを、まずペヤングを食べることができたら、うん、そのムミさん、弟子にしてください。弟子認定、そうだ、ムミさんの弟子選手権しよう、ちょっと、うん、おもろいね。で、まあ、こうちゃんは毎回参加していただきます。いや、あの、僕別にムミさん弟子になるなりたいわけじゃない。じゃ、なんか維持費みたいなクビになるのをはい、そしてそれのためによし、AM1 のプライドを取り戻しました。お、これはもう選手候補。いや、これはもういいですね、はい、バチですけど。今、なんかスースーする。いや、でもまだ俺もあの大丈夫。大丈夫。もう牛乳はね、飲んだらめっちゃ飲んでんじゃん。当たり前だろ、死ぬで大丈夫って言って、めちゃくちゃ飲んでんじゃん大丈夫、余裕余裕はい、ということで、じゃあ次回またね、我々賞味期限であれば食べますんでね、切れても、はい、ぜひあのこれちょっと食べれるのっていうのがある方はあの送ってください。もうちょっと強いやつ送ってくれよ、はい、送るか、まあ、もしくはね、あの教えてください、我々、はい、まあ、ちょっともう強いやつちょっとね頼むわ。余裕余裕もうでも本気の本も出してないよ俺今日。おリアクション系すら出ないよ。か確かにね、もう普通に食べてたもんね。そう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 、だって俺は嘘とかつきたくないから、うん、辛くないものをリアクション取らないから。はい、サン先生のインスタグラムとか SNS 概要欄にありますので、そちらからぜ
ぜひチェックしてみてください。はい、はい、さよなら。